どうもライス、今日はですね2019年の10月1日ということでですね、まあ、もう皆さん分かってると思うんですけども、今日から日本の消費税が 8% から 10% に上がります。上がりました。はい、それで私もね朝起きてね本当に 10% になったのかなっていうふうに思って、近くのちょっとコンビニまで走っていったんですけども、こんな風に、はい、封筒をちょっと買ったんでね、こちら見ていただければ分かるとですね、100円の封筒が 10% 消費税乗せて、まあ、合計110円ということでですね、いや本当にね消費税上がったんだなっていうふうにね、ちょっと改めて確認して納得といいますかね、あこれから 10% かっていうふうに思うんですけども、まあ、今回ね 10% と同時にですね、まあ、こう国指導でですねキャッシュレスをね、まあ、やりましょうと、日本でもねもうできるだけこうクレジットカードとかなんちゃらペイとか使って、まあ、できるだけこう現金を使わないようにしましょうと、まあ、その分使わなかったらねボーナスポイント、まあ、値引きをねしてあげますよっていうキャンペーンも始まっておりまして、まあ、実際にじゃあそれがどういった仕組みかっていうところをね、ちょっと昨日いろいろ勉強して理解しましたので、それを皆さんにちょっとシェアしようかなっていうふうに考えております。まあ、これについてはもうかなりテレビとかでもねやってるとは思うんですけども、まあ多分なんとなくどのクレジットカードがどのペイが対象で、それでまあ実際にじゃあポイントとかなんか値引きとかってそういったのどういった風な仕組みになってるのとか、例えばなんかねマイルでくれたりするのとかね、多分思ってる人も多いと思うんですよ。私もねだからなんとなくこれはねちょっと最近海外にいることが多くて全然置いてなかったんですけども、理解しないままこう昨日になって、まあ、昨日いろいろ勉強して、あこういうことなんだ、結構ややこしいなみたいな感じで思いまして、まあ普段私クレジットカードとかねお得な情報をまあ発信してる身としては、ちょっとこれをねできるだけ分かりやすく紹介したいなっていうふうに思ってね、今回この動画を撮ってるような感じでございます。まあそれで、まあ、まず結論から言いますと、このねキャッシュレスっていうところは 2% または 5% がね対象のお店で、まあ、こうキャッシュレス決済をすれば、まあ、返ってきたり値引きされるということなので、もし現金払いとかね手段している人がいるのであれば、これからキャンペーンでございまして、2019年の10月1日から2020年6月30日までだから約1年まではいかないですけども、結構まあ、ね、9ヶ月とかそれぐらいの期間ありますので、まあ、これねやるのとやらないとだと結構差が出るので、まずまあ普段こう現金とかでね少額決済とかでもしてる人がいるのであれば、これを機にねまずこうクレジットカードとかなんちゃらペイとかそういったのでまあ払うことを非常にまあお勧めいたします。ただこれについて後でまた紹介するんですけど、本当になんかお得なのかっていうところもねちょっと私なりのところをちょっとね感想も述べたいと思っております。まあ、それで、ね、まあクレジットカード、まあどれが対象な、例えば自分が持ってる楽天カードとかなんかね ANA カードとか、まあ、そういったのは対象なのとかね、あとなんちゃらペイっていうけどどこまでねいろいろペイありますけどマイナーなところ網羅してるのとかね、そういったところも思ってる方もいると思うんですけど、大体のねなんちゃらペイなんちゃらクレジットカードっていうところは今回のキャンペーン対象です。まあ一部ねこうエントリーとか自分でしないといけないものもあるんですけども、ほとんどはもう例えば私の持ってるアメックスカードはもう特になんか手続きすることなく、もう、ね、今日からもうクレジットカード決済を対象のお店ですれば 2% または 5% のね、まあ、還元をねもう受けることができるというものなので、多分皆さんがお使いのものを使ってるなんちゃらペイなんちゃらクレジットカードっていうところは対象だと思います。一応でも確認しておいてください。クレジットカードに会社によっていろいろポイントの付与の仕方っていうのは若干異なっておりますので、それではまあ私の、まあ、メインで使っているアメックスカードについてまあ紹介していこうと思うんですけども、こちらに関しては対象お店で決済すると明細書から後で、まあ、2%、5% をまあこう引いてね調整して、まあ引き落としをしてくれるということで、まあ、特になんかアメックスっていうとねまたご独自のポイントっていうところがあるんですけども、それとはまた別にねこう値引きという形で明細書から調整されるという流れになりました。大体が大手のクレジットカードはこの方法だと思います。だからちょっと気をつけていただきたいのが、なんかポイントが 2%、5% とかね入ってきてそれをマイルに交換するとかそういったことはできないです。あくまでもこれに関しては値引きっていう形になりますので、特になんかそういったなんかねポイントをうまく活用してっていう技は使うことはできないです。はい、基本的にはカード会多分そうできないです。だからなんかマイルでその値引き分マイルにできるのみたいな、そんなこと思ってる方もいると思うんですけど、私実際そう思ってたんですけど、そういったことは今回のキャンペーンではできないです。それとはまた別に、まあ、クレジットカード独自のね、まあ、ポイントもそれはだからマイルとかいろいろありますよね、そういったもので付与してくれると、それはいつ今まで通りですね。はい、なのでちょっとこれがねややこしいなっていうふうにね思ったりもいたしました。まあでも多分皆さんの使っている
ほとんどのやつは対象です。というのもかなり例えばなんかプリペイドカードのキャッシュとかね、 2% 還元、今今日から 1% なんですけども、それもねそういったものも対象で、あとなんかこうポレットとかなんか結構マイナーなね、プリペイドカードとかもそういうキャッシュレスの対象になりますので、かなりもう網羅してるのかなっていうふうに思ったりもします。まあ、それで皆さん多分多く使ってるのが、まあ、スイカとかね、あとイコカとか、まあ、パスモとかそういった交通系のね、まあ、カード、こちらをまあ使ってる方も非常に多いと思うんですけども、これについてもねなんと対象なんですよね。ただしこう交通系だからね、運賃の支払いとかそういったのではポイント還元って受けることはできずに、あくまでもなんかこうコンビニとかでね支払いした時のみ、まあ対象でございまして、これらの交通系の多くはね事前に登録をしとかないとポイント付与の対象外になっちゃうので、これはねちょっとお気をつけください。まあ、それでじゃあ具体的にねどんなお店が対象なのかっていうところはちょっと今からね紹介していこうと思うんですけども、まずね公式アプリっていうのが存在するんですよ。こちらがまあポイントキャッシュレスの公式アプリとなるんですけれども、まあ、こちらをまあダウンロードしとけばどこのお店で対象かっていうところはねもう一目瞭然、現在地とかでも調べることができるんですけども、例えばじゃあちょっと関西空港で調べてみたんですけど、関西空港だとまあこれぐらいのお店がまあ対象でございまして、まあ店によってこう 2% か 5% っていうところが変わってくるんですよね。そう、それで例えばここに出ているのがセブンイレブンの関西空港のまあお店ということで、こちらは 2% 還元でございます。まあ、それで他はじゃあねオリックスレンタカーとかもここも出てきましたね。それでローソンも対象ですね。あとはサブウェイとかこちらもまあ対象でございまして、まあ現金で支払うよりもクレジットカードとかなんちゃらペイで支払った方がまあお得というわけでございます。まあ、それで基本的にはね先ほどちょっと言い忘れましたけども、ポイント還元っていうのはまあ後日こう明細書で大体のクレジットカード会社っていうのは調整という形になるんですけども、ちょっとねこれねややこしいのがですね、私もだから朝って思ったのがですね、もうこのセブンイレブンに関してはそうもう108円支払いだったんですよね。もう勝手になんか還元されてたんですよね。あ、それだったら何こう店舗でもな還元受けれてクレジットカード会社からもまた明細書から引かれるのっていうふうに思ったんですけど、なぜかねこうセブンイレブンとかローソン、ファミマ、この大手3社のコンビニのみだけはその場で割引という特殊ななんかルールになっておりまして、そんなことする必要ないだろ、ややこしいだろっていうふうに思ったんですけどもね。はい、それで結構今日10月1日驚かれた方多いんじゃないですか。私はすごい驚いて、あれこれってもしかして即時で割引されるのっていうふうに思ったらね、じゃあ基本的にはその場でとりあえず 10% 払って後で調整という形になるんですけども、まあコンビニはね即時で割引ということで、なんでそんなややこしいことしたんだろうなっていうふうには思うんですけども、とりあえずそんな仕組みになっているようでございます。まあそれです。コンビニでも対象のお店と対象じゃないお店もあるようで、まあこうコンビニってフランチャイズっていう形になりますので、こうセブンイレブンであってもこうセブンイレブン本社がこう経営しているところもあれば、こうまたオーナーがいて、そのオーナーが運営しているところもまああったりしますよね。まあ、それで今回のまあキャッシュレスのポイント還元なんですけど、大手企業っていうのは対象外になるんですよね。だからね、セブンイレブン直営店とかはもう売り上げがでかすぎて対象外にはなっちゃうんですけども、まあオーナーが運営しているセブンイレブンとかであれば、まあオーナーが経営しているという判断があって、まあ、それでまあ今回ポイント還元のね対象になったりするようでございまして、だからこれもちょっとねセブンイレブンがあるから必ずしもこう 2% ね還元されるとか値引きされるとかそんなこと思ってたらねそんなこともないので、ちょっとそこの点だけはご注意ください。まあ、確実にまあね割引を受けたいのであれば、まあ、こうキャッシュレスのねマークが店についていると思いますので、それを確認したりとかアプリ確認したりっていう風なことをしてもいいと思いますし、まあ、私はちょっとそれはねそこまでやる必要はないかなというふうに思うんで、まあね還元受ければラッキーぐらいの程度でねちょっとやっていこうかなというふうにはね考えております。だからねこれちょっとねスマートじゃないなというふうには思うのは、もうね全部したらええやんって、キャッシュレスだったらね 2% 還元でね、全部のもうアマゾンとかもヨドバシとかもね、それはちょっと愚痴なんですけども、なんでこんなね店によって対象とか対象外とかねなんか特殊な例があったりとか、なんでそんなことするんやっていうふうに個人的には思ってるんですけども、まあこういったね、まあ、ルールとなっておりますので、まあ、ルールの中でまあねお得に生活しなければなりませんので、まあ、そういった意味ではまあちょっと仕方ないのかなというふうには思うんですけども、ちょっとそこら辺はねまあちょっと私の個人的な感想でございます。なんならね消費税ももう
全部 10% でも良かったんじゃないかなってね、分かりやすいじゃないですか。一時期ね、私消費税 5% の時 の税込み価格でね、なんかもうね、店とかなってた時期があったと思うんですけども、分かりやすくて自分で暗算することもできます。5% だから分かりやすいですし、あ、いいなっていうふうに思ってたんですけどもね、まあ、今回はまあ 10% 値上げとともに一部は商品に関しては新聞とか 8% ということで、みたいなねことをちょっと思ったりも、それだったらもう 10% で良かったんじゃないっていうふうに思ったりもするんですけども、まあまあまあそれは置いといて、まあ現状としてはそのようなねルールとなっているようでございます。まあそれでね、ネットでの買い物なんですけども、これもね、だから先ほどのフランチャイズの法則が働いてですね、まあ、例えばこう楽天市場とか、あとはまあヤフーショッピングっていうのも直でこう楽天とかヤフーがまあ経営してるわけじゃなくて、まあ、結局はこうオーナーがいて、そこのオーナーのいるところから楽天とかで買い物するという流れになりますので、まあ、一部こう大きい、ね、ネットショッピングでない限りはこうキャッシュレスのまあ対象ということで、ネットショッピングもね実はなんか対象らしくて、だから 2% とか 5% でね還元を受けれるところもあるということで、それについてはね、こう例えば楽天とかでキャッシュレス対象とかね、そういったものが出てくればね、そこのお店は対象なので、まあこれもわざわざねこうキャッシュレス対象のお店をね探す必要があるかっていうところはあるんですけども、まあ対象の店であればラッキーみたいな、それぐらいのまあ感覚で思ってた方がいいんじゃないですかね。まあ、それではまあ改めてね、私じゃあこうキャッシュレスの店でね買い物するかっていうと、結構対象の店見てたんですけども、まあコンビニはよくしますよね。うん、それでもなんかあんまスーパーではね対象の店っていうところはないので、まあ、そういった意味で私って普段どんだけこう大企業からね買い物してるのかっていうのをちょっと身に染みて思いましたね。なので私としては正直、まあ、今回まあ税金使われてるまあキャンペーンなんですけども、まあ、消費税 8% か 10% 値上げされますよね。ただこうね、その分 2% か 5% がキャッシュレスで決済すれば今までと変わらないでしょっていうふうな、むしろ 5% だったらお得でしょっていうふうな思惑だと思うんですけども、私の場合ほとんど恩恵受けることはもうコンビニでの買い物ぐらいですかね。まあそれでチャラぐらいですかね。うん、だからちょっとね、実質的にも何て言いますか、こう消費税がアップしたことによってほとんどね、まあ今まで通り、まあ、ヨドバシとかで買い物しとけば、まあ実質的にはもうそのキャッシュレスの恩恵を受けることができずに、まあね、税金を多く支払うことになるのかなっていうふうにね思ったりもいたしますね。はい、まあそんな感じの、まあ、今回ちょっとね、まあ、10月1日ということで、まあ、キャッシュレス、こちらについてねちょっとお話をいたしました。ぜひともなんかこう皆さんね、今回のまあ増税 18% か 10%、 そしてキャッシュレス、こちらどうですか。まあやってもらうのはありがたいけど正直ちょっと微妙みたいな。うん、まあ、もちろんでもね、私としては昔からこうできるだけね、どんな店でもクレジットカード決済とかしたい、ね、例えば今でもまだまだね、クレジットカードが使えないお店っていうところは日本はかなり多いと思いますし、タクシーでもね、クレジットカード、ね、ロゴちゃんと貼ってるのに払おうとしたらめっちゃ嫌な顔されたりとかしたりしますよね。なんかそういったのがもしなんかなくなったり、ね、もう皆さんクレジットカード払うのが前提になってなったりとか、あとはなんかこうね、小規模のお店でもなんかがねクレジットカードが対応してきたりとか、まあそういったことがなるのであれば私としてはまあ非常に嬉しいんですけどもね、施策としてはちょっとね、いろいろこう条件が複雑すぎて、まあなんかこうね、お客さんにとってもお店にとってもなんかそれなんかこう頭を使わなければならなくなって、なんかちょっと微妙だなっていうのは個人的には思ったりもいたします。ただまあやっぱりこう先ほども言いましたけども、まあこういったルールがもうありますので、そのルールの中でまあうまく生きていくっていうところが大事だと思いますので、ぜひともね、まあ今までこう現金払いをしてた人がいるのであれば、もうぜひともこれからね、もう少額でもバンバンキャッシュレス決済、もうアメックスでも JCB でも PayPay でも LINEPay でもいいですから、そこら辺やっていきましょう。まあ、この動画が面白かった、役に立ったっていう人はぜひとも高評価、チャンネル登録お願いします。また Twitter、Instagram、ブログやってますよ、フォローチェックしていただければ非常に嬉しいです。まあ、今回のキャッシュレスについてはブログにも書こうと思ってますので、ブログの概要欄っていうところも貼っておきますので、ぜひともね、今回話した中でなかなか難しかったっていう人がいるのであれば、ブログでもねちょっと再度チェックしていただければ非常に嬉しいです。まあ、こんな感じで今回動画終わりたいと思います。それでは。